Hey, what's up? 山本です。私は今佐賀空港に来ております。先ほど初めて乗った航空会社タイガーエア台湾のフライトを使いまして、初めて佐賀空港到着したところになります。本日お届けする動画はフライトレビューの動画になります。このチャンネルでは世界60カ国以上訪問経験のある元 V リーガー私山本が旅の情報をフライトレビューのお届けするチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日登場する航空会社 ANA になりまして、行き先東京羽田空港行きになります。実は5月の24日かな、だいたい1週間ほど前から佐賀空港にある保安検査を通る前にバーコードをかざすじゃないですか。あの機械並びに搭乗前にもバーコードをかざすじゃないですか。その機械2つがなんと佐賀空港から順次リニューアルするよというのが ANA 唐突ですが連絡がありました。なので今回は ANA の新しい改札並びに保安検査の機械、これがどんなもんなのか、そういうところを中心にお届けしたいと思います。今までの機械であれば上級会員の通過の音違うじゃないですか。例えばスーパーフライヤーズカードやプレミアムクラス、あとはプラチナのステータスだったらポンみたいな音、ダイヤモンドだったらファーンみたいな音うまく表現できたらいいんですけども、ああいう音だったじゃないですか。もしかしたら変わってるかもしれないし、同じかもしれないし、どうなってるか今は私は全く分かりません。なので今回はそこを中心にお届けしたいと思います。皆さんはどんな予想をしてますか？音が変わった、実は変わらない、機械そのものの形は変わってると思うんですよ。写真だけでは僕見たことあるんですけども、実際に自分の目で見るのは初めてなので、今回は佐賀空港の改札がどう変わったか、今後全国の空港に順次リニューアルされていくんですけれども、佐賀空港がなぜか全国で一番最初だよというのが今回のミソかもしれません。そして佐賀空港、実は初めて来るので、今回は佐賀空港の様子もお届けしたいと思います。ただいまの時刻ですが11時22分になりまして、15時台のフライトを予約してるんですけども、ユナイテッド航空で発券した特典航空機なので、12時の便があるので、そうせなら早い便にしようと思ったので、早い便にしようかなと思います。それではこの後はまずチェックインしてまいります。まずは国際線のエリアから紹介します。 SIM カード売ってます。日本の SIM カードで高っけよな。2ギガで2500円よ。7日間の無制限は5000円、15日の 3.5 ギガ4000円、高っけよな SIM カード。こちら国際線のチェックインカウンターにやっております。現在は桃園空港行きだけなのかな、タイガーエアの。他には ANA の便がございまして、看板としては春秋航空、スプリングジャパンではなくて中国の春秋航空、あとはティーウェイ航空、これらの看板があります。多分まだティーウェイも春秋航空も運休続いてんじゃないかな。タイガーエアだけは今日便がありますので、タイガーエアの台北行きが今ちょうど搭乗中ということでした。あと国内線と国際線のちょっと中間のエリアに佐賀の観光案内インフォメーションカウンターございます。英語並びに中国語で書かれたカタログがいっぱい置いてますね。こんな感じです。武雄温泉ね、最近新幹線、最近あれいつでしたっけ、去年だっけ、武雄温泉新幹線できたの。あと伊万里焼のパンフレットだとか、いろんなのあれね、唐津だとか、こういうのいいですね。佐賀県グルメマップ、いろんな町があって、いろんな町でいろんな美味しいものがあるよっていうのがここで紹介されてます。まず先に便の変更だけしちゃおうかな。ここにももちろん上級会員レーンがあります。それでは行ってきます。チェックイン完了しました。撮影日段階ではスプリングジャパンも就航しておりますが、週末限定の運行になってるみたいなんですよね。なので本日はもうカウンター完全にクローズになっております。こんな感じです。チェックインの機会があって、ちょうど今東京からの便が到着したところで、あ、国内のクラブツーリズム、あとは阪急のトラピックス、いろんなご年配の方が来てます。以上が1階になります。この後一旦外出てみましょうか。で、2階にはカードラウンジがあるみたいです。あとは売店があったりだとか、国際線の方になると免税店もあったりだとか、マーケットホールってなんだろうな、イベントスペースみたいなところかな。で、3階に行くとスペースパーク、フードパーク、気になるところがいっぱいあるね。で、屋上が展望デッキになっております。すごいな、今日はクラブツーリズムもトラピックスもいろんな旅行会社の人々が来てるので、間違える可能性あるじゃないですか。なのでもう大きな声で阪急トラピックスこっちですよとかとか、そういう風に皆さんお声掛けしてる最中ですね。で、1階の奥には自販機コーナー、軽食も売ってます。こんな感じで、あとはカップ麺の自販機もあるので、久しぶりに見たな、このカップ麺の自販機。暑いな、札幌民には答えなかったよ。25度ぐらいあるみたいです。佐賀駅行きのバスだったり、こっちも同じか、佐賀行きのバス、多分今日乗客が多いっていうのを見越してバスを増便してるのかもしれないです。続きまして上のフロア紹介します。レストラン情報、佐賀の柄でレストラン、この奥にあるのが
なんだこれ、お土産屋さん、おしゃれじゃない超おしゃれなんですけども、こんな感じでお菓子以外にもいろいろあったりするんだけども、おしゃれだね、もう全てがおしゃれだわ。これこんなおしゃれなお土産屋さん空港内では見たことない。明太子もありますね、福岡に近いということもありますので。あとはガチャポンコーナーもあったりだとか、これもお菓子、美味しそうだな、嬉しの緑茶クッキー、いろんな佐賀の名産売ってるんだよ、すごい量だね。ほら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 、いろんな種類あるのよ。黒毛和牛カレー美味しそうで、反対側は ANA フェスタか、 ANA フェスタがあります。いろんなお菓子あるね。福岡空港で見ないお菓子の方が多いですね。福岡空港で見るお菓子であったり食べ物、明太子はちょこっとあるぐらいで、まあ、多少は被ってるけれども、ほとんどがやっぱり探しようになってるな。これはこんな感じです。すごいね。続きまして上行きましょうか。上どうなってるんでしょうか。上が国際線の出発かなってるみたいです。で、国内線は2階ということでした。フードパーク、軽食ってね、ソフトクリームだとか、パンドラ、何これ、あ、パンのどら焼きみたいな感じか。で、サンドイッチあったりだとか、で、ここがレストラン、あ、レストランか、超おしゃれじゃん、まあ、空港自体がおしゃれだね、佐賀空港、初めて来たけども。メニューもおしゃれじゃん、シシリアンライス、マジェンパ、佐賀ちゃんぽん、いろんなのあるわ、伊万里牛のステーキだとか、うまそう。本当に開放的な作りでいいよね。ここら辺も宇宙飛行士の案内だとか、すごい、こんなにあってんのか。そして今佐賀は宇宙を見てるということで、こんなの知らんかった。展望デッキに来てみました。誰もいねえ、誰もいないですわ。いやでも開放的でいいですね、佐賀空港。今はタイガーエアの機材と ANA の機材が2つ駐機しております。続きましてカードラウンジ紹介します。佐賀の柄、おしゃれだね、中おしゃれだわ。温州みかん 100%、 どれ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 、どこどこどこ、え、ないじゃん、スタッフにはないともらえないパターンかこれきっと。あー、マジかマジかマジか。今ちょうど羽田行き出発するところなので、お客さんは誰もいないですね。こんな感じです。みかんジュース、みかんジュース、色がいいね。いただきます。100% だ、みかんジュース、うまい。これ大丈夫ですか。はい、いいです、はい、はい。保安検査完了しました。ご覧いただいた通り機械がまるっきり変わってました。ただやることは変わらないです。で、制限エリアの中にもご覧いただいている通りお土産いっぱいあるのよ。これ美味しそうだな、買ってこうかな俺。ちょっと迷うわ。待合所の雰囲気こんな感じです。やっぱり綺麗なんだよな、うん、とにかく綺麗だわ。21番がスプリングジャパンの搭乗ゲートになっております。日本航空はこの空港就航しておりませんので、 ANA ないしは週末のスプリングジャパンのみの運航になっております。改札通過の時の音ってダイヤモンドとそれ以外ってまた同じなんですか。なくなくなったんですね。はい、はい、はい、ありがとうございます。本日5の A 窓側です。皆様こんにちは、スターライフメンバー ANA 東京行き982便をご利用いただきありがとうございます。ご用がありましたら遠慮なく客室乗務員にお知らせください。た
今から非常用設備をご案内いたします。皆様ご覧ください。皆様、シートベルトは緩みのないようしっかりお締めください。 Dear passengers, please make sure that your seatbelt is securely fastened. Thank you. 皆様、離陸いたします。小さなお子様をお連れのお客様はお子様をしっかりお出しください。なお、一人でお座りのお子様のベルトもお確かめください。本日の機材はエアバス321のネオです。シートポケットの中は安全の処理とエチケット袋です。本日最前列の座席につき、モニターはここに固定されております。普通に深く押しかけてちょうど目線の高さにあるのがこのモニターです。タッチパネルももちろん対応しております。ただ少し体を前のめりにしなきゃいけないので、個人的にはこれリモコンで操作した方が楽なんじゃないかなっていう気がします。今回の動画のテーマが国内線の保安検査場と搭乗口の通過方法が変わるよと、でそれに伴いまして機械もリニューアルされたよというところを重点的にお届けしております。今回の変更により非対面で非接触での通過が可能になりとホームページに書いてるんですけれども、自分が今回通った感じだと今までと何も変わらないです。この部分に関してはもちろん変わった部分もあるんですけれども、非対面非接触、これは多分スタッフがいなくてもっていう意味なのか、どういう意味での非対面非接触なのかはわからないけども、機械が変わったことによって何か変わったかって言ったら、この非対面非接触の部分ではそんなに変わったなっていう感じがしないなというふうに思いました。あとは変わった部分は紙かな。まずは搭乗券が変わったんですよね。自動チェックイン機で発行するやつは多分今までカウンターでもこのタイプだったんですけども、今回はカウンターで発行したチケットなんですよね。実物をお見せしましょうか。こんな感じなんですよね。なのでこれ長さとしては完全に国際線のチケットと同じ長さ、まず搭乗券が変わりました。あとは今までは保安検査を通過したら黄色い紙出てきたじゃないですか。あの黄色い紙が今はもう完全になくなっております。今後この黄色い紙次第に見ることができなくなっていきます。改札を通るときにピンク色の紙、これも出てきません。新しい機械になると紙は一切出てこないので、なくさないようにしないといけないかもしれません。あとは機械自体もこんな感じの機械に変わっております。上級会員が通過した時の音が全くなりません。今までのあの2種類の音あったじゃないですか、まあ、お子さんとか含めたらまた変わりますけども、上級会員のあの2種類の音を今後聞くことができなくなっちゃうんですよね。って考えたらなんだか悲しいなっていう気がします。ただやることとしては今までと変わりませんので、保安検査でバーコードをかざす、それも変わらないですよね。保安検査通った後紙は出てこないんですけども、搭乗口でかざす、今まではピンク色の紙出てきたけどもそれが出てこない。なのでやることとしてはそんな変わらない。機械が変わって紙が出てこなくなった、それぐらいの違いなのかな、まあ、ただこの紙もかなり膨大な量を年間に消費してると思いますので、まあ、言ってしまえば無駄といえば無駄だったじゃないですか、今まであの紙。なのでその紙がなくなるって考えたら、まあ、環境的配慮もしっかりされてるのかなっていう気がします。 ANA のホームページにも紙媒体の削減により ESG を推進していきますって書いてるんですよね、まあ、そもそも ESG って何なのか僕はあんまり分かってないんですけれども、まあ、この新しい改札機では非対面非接触での通過が可能になりますって書いてるけども、結果的にはあんまり変わらなかったよと。これから徐々に変わっていくのかもしれませんね。まだ佐賀空港も運用始まってから1週間ぐらいしか経っておりませんので、お手伝いの必要なお客様、
赤ちゃん連れのお客様、ここら辺は変わらないですね、今までと。なので改札に搭乗券かざしたら、例えばちっちゃいお子さんだったらそのまま、はい行ってねみたいな、抱いてるお子さんだったら一緒に、で例えばこういう状況、代表の方が搭乗券まとめて、要するにご家族連れが、まあ、4人家族だとしてお父さんが全員分の搭乗券持ってるだとか、そういったケースも1人ずつの扉開閉するのでということなので、1人かざして1人入るみたいな、だからあんまりこの部分変わらないよね。だから個人的に思うのは、この保安検査の時に出てくる、あとは搭乗の時に出てくるこの黄色い紙、ピンク色の紙、これがなくなった、あとは上級簡易の通過時の音がなくなった、これぐらいじゃないかなっていう気がします。そして今回は佐賀空港が全国の空港に先駆けて5月の24日にリニューアルが入りましたが、今後全国各地の空港でリニューアル入ります。スケジュール的に言いますと、6月に松山、7月に小松、福江、富山、対馬、青森、女満別、秋田、高松、旭川、8月に函館、岡山、福岡、9月に利尻、広島、宮古、新潟、宇部、紋別、壱岐、千歳、仙台、10月に鳥取、大分、高知、中標津、福島、帯広、長崎、能代、沖縄、11月に稚内、庄内、徳島、神戸、中部、鹿児島、釧路、石垣、12月に関西、成田、米子、宮崎、熊本、石垣、能登、1月が静岡、八丈島、伊丹、羽田、そして最後2月が岩国、北九州。つまり何が言いたいかが、来年の2月にはあの黄色い紙、そしてピンク色の紙、上級簡易の通過時の音、これが聞こえなくなるんですよ。なんだか寂しい思いもありますよね。一番大きい羽田空港は1月、2番目の伊丹は1月に変わるということでした。関西空港で一番先に変わるのは8月の福岡になります。続きまして9月に札幌、沖縄は10月ですね。なので8、9、10と幹線路線の空港は順次リニューアル、まずは地方空港からどんどんリニューアルしていくということでした。これが今後の ANA のやり方なんだと覚えておいてください。あとはモバイル搭乗券を使ってスマホの中に QR コードを入れた場合は今後紙が一切出てきませんのでお気をつけください。なので注意したいのが、スマホで搭乗したはいいけども充電がなくなっちゃった場合ってどうするんだろうなっていうのが個人的には思いますね。まあ、その際は何かしらの対処法はあるとは思うんですけれども、紙の搭乗券発券する、どうなっちゃうんでしょうね。とりあえずは今後こういうふうに変わっていくよと。あとはドリンクサービスも始まって、一番前なので一番最初に来てリンゴジュース選んだよという毎度おなじみの話でした。到着までまだあと40分弱あるんですけども、徐々に高度下がってるんじゃないかなっていう気がします。まだ富士山の横通過してるわけではないんですけれども、 3D マップで見てもちょっと高度下がってるの分かりますよね。ちょうど今愛知県上空飛行してるんですけれども、早いね今日は。あとちょこちょこ揺れてます。実は先ほど買っちゃいました、嬉しの緑茶クッキーということで、どんな味なんでしょうか。なんだかね、どこにでも売ってるようなクッキーの緑茶味なんじゃないかなっていう気がしてる自分がいるんですよね。例えて言うなら、どこどこに行ってきました的なクッキーあるじゃないですか。あれって結局中身全部同じじゃないですか。だからそんな感じじゃないかなっていう気がするんだよな。これパッケージどんなもんだろうな。超シンプルよ、パッケージとしては。緑茶クッキーとしか書いてないから、これ、まあ、嬉野佐賀県緑茶有名ですけれども、なんだかな、ちょっと 今のところ不安、買って損したっていう気持ちにならなきゃいいんですけども、サクサク系のクッキーじゃないかな。とりあえず食べてみましょう。でしょうねっていう味は美味しいんですよ。美味しいんだけども、何かに欠けるな、何かが足りない。でも普通に美味しいです。美味しいんだけども、この美味しさだったら市販のクッキーでも普通にあり得る味なので、お土産として大成させるなら何か足りないんじゃないかなと。これが市販のクッキーだったら僕はもう全然好んで買うと思うんですけども、お土産用のクッキーとしてだったらなんだかちょっと高いのかなって気するな。12枚で600円です。クッキーのパッケージ見てるんですけれども、なんだかこれ、ここに今佐賀県の会社の名前書いてますけれども、自分の予想だと全く関係ない都道府県の工場で作って
販売者のところだけシールにしてるんじゃないですか。だからこれシール貼り替えれば静岡で作った緑茶クッキーって言っても全然あり得る話だって。パッケージに嬉野って文字書いてないんですよ。ただの緑茶クッキーとしか書いてないから、これなんか闇深い気するな。だってこれね、嬉野クッキーじゃなくて静岡のお茶クッキーとか鹿児島のチランのお茶クッキーとかやっても全然まかり通るじゃないですか、このパッケージで。でしかもシール対応なので、ここを例えば静岡の緑茶クッキーだったら静岡県の会社だ、鹿児島県のクッキーだったら鹿児島の会社だとか、全国いろんなところバージョンに書き換えられるじゃないですか。で原材料にも嬉野緑茶とか一切書いてないんですよね。なんかこれはやられた気するな。お客様相談室とここの販売者の電話番号も違うんですよ。なんかこういうの悔しいんだよな。なんだか負けた気分です。もう一度見ます。味は美味しいんですけれども、なんだかな、自信から確信に変わりました。お客様相談センターの電話番号を検索してみたら全く別の会社で行きました。ここをクリックすると、当社はクッキーなどの焼き菓子からケーキ、シュークリームなどの洋菓子、まあ、要するにお土産用のお菓子を豊橋愛知県で作ってますよということだったので、嬉野関係なくないっていう、自分の心がちっちゃいんでしょうか。なんだかすごいね、騙された気分なんですよね。これがただの緑茶クッキーとして買ってるんだったら全然いいんですけども、嬉野の緑茶クッキーだとか、まあ、それこそさっき言ったどこどこに行ってきましたクッキーと同じパターンで、中身同じで外側のパッケージだけ違うってやつでしょ。いやー、買わなきゃよかったわ。なんだか悔しいです。皆さんだったらどうでしょうか。着陸いたしました。ベルト着用サインが消えるまでシートベルトを締めになったままお待ちください。物入れを開けた時に手荷物が滑り出る恐れがありますのでお気をつけください。この先電波を発する電子機器もご使用になれますが、携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑になりますのでお控えください。飛行機は第2ターミナル68番ゲートに到着する予定です。乗り継ぎのお客様は次の便の搭乗口を改めてロビーでお確かめになり、出発の案内があるまでお待ちください。皆様、スターアライアンスメンバー ANA をご利用いただきましてありがとうございました。次のご搭乗をお待ちしております。ありがとうございました。これからも頑張ってください。頑張ります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。あ、スーツケース忘れてましたね。ごめんなさい、スーツケースすっかり、はい、はい、すいません、申し訳ないです。はい、すいません、ありがとうございました。やっちまったよ。
羽田空港到着いたしました。今回は ANA のフライトを使いまして佐賀空港からやってまいりました。初めて佐賀空港を利用したんですけれども、開港して結構経ってるとは思うんですけども、めちゃくちゃ綺麗でしたよね。リニューアルしたのかな。あまりにも綺麗すぎてびっくりしました。あとおしゃれだったわ。すごいおしゃれで綺麗でスタイリッシュですごくいい空港でした。初めて使った空港なんですけども、やっぱり初めて行く場所ってワクワクしますよね。国際線も少しながら動いてますし、国内線は ANA 便のみ、あとはスプリングジャパンが撮影日の段階では週末のみ運航しているというような状況ではあるんですけれども、一応福岡と北九州、佐賀空、この3つマルチエアポートという形取ってますので、今回ユナイテッド航空で発見した特典航空券を佐賀から東京行き1便遅い便だったんですけども早い便に変更しました。これマルチエアポートなので、例えば朝一の北九州空港の便に変更するっていうのも理論上は可能です。一応先ほど言った通り佐賀、福岡、北九州は一つの括りとして福岡なんですよね。東京が成田と羽田、大阪に神戸、伊丹、関西空港があるようなイメージなので、もしユナイテッド航空の特典航空券であったり、他の航空会社で発見した特典航空券、または ANA の国際線の特典航空券、あとは ANA の提携特典、ここで発見した国際線扱いの特典航空券に関しては早い便に変更もできますし、マルチエアポートの場合は空港も変更できます。条件としては当日早い便に空きがあればというのが条件がありますので、お気をつけください。なので空きがないのに早い便には変更できませんので、お気をつけくださいませ。これはもう空港の変える場合も同じです。あくまでも当日予約している便よりも早い便に空席があった場合のみできる技です。覚えておいてください。そして今回の一番のポイントとしては、佐賀空港から国内線の搭乗口の機械、保安検査の入り口の機械が変わるよという、ここがミソだったんですけれども、紙が出てこなくなった。これはまあいいことかな。資源の節約にもなります。ただ個人的にはやっぱり上級会員の音が鳴らなくなったっていうのがなんだか寂しいなと思っちゃうところではあります。今後松山から始まっていろんな空港、来年の2月までかけて順次変わっていきますので、これがいわば終わりの始まりなんだなっていうのも改めて実感するようなフライトでした。なので私が住む札幌も、皆さんが住む空港も、 ANA の空港が就航している場所であれば、基本的にはもうどんどん変わっていってしまいますので、あの上級会員の通過音も聞けるのあと1年以内ですよ。半年プラスアルファ、今日が6月1日なので8ヶ月から9ヶ月ぐらいの命です。ただ東京や伊丹空港は1月に変わるということなので、まだ比較的長めにあるんですけども、松山空港はもう今月変わっちゃいますし、あと7月8月に変わっていく空港、函館だとかいっぱいありますので、名残惜しいですけども、皆さんあの音を耳に焼き付けて今後 ANA のフライトを乗っていきましょう。そんな感じで今回のフライトレビューの動画以上になります。あと最後に1点、空港で買ったクッキー、すんごい悔しいのね、あれね。愛知で作った嬉野の緑茶クッキーって何だか腑に落ちないなと思ってるのは私だけでしょうか。こんな腑に落ちない私の動画ですが、ご覧いただきましてありがとうございました。それでは今回の動画は以上になります。皆さんぜひチャンネル登録をして旅行者気分を味わいましょう。その際の行方、皆さんの高評価ボタンのボタンです。ツイッター、インスタのフォローも合わせてよろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。